この世界で成功することは難しいことではない。ただ正常に逆らうことなく狡猾にシステムを利用するだけでイニシアティブは取れるでしょう。そう信じていました。ある紳士が現れるまでは。彼は私に勝負を持ちかけました。そこには忘れかけていた勝利の瞬間の興奮、熱狂、快感、緊迫感が存在したのです。そして私は理解しました。人生を豊かにするのは安寧ではない。ジュエル・ロイヤル、現代人が心の奥底で求める、迎合も忖度も存在しない純粋な勝利を手にすることができる決闘場。時を超えて戦えるデッキを手にしたデュエリストたちが闘争本能をむき出しにした究極の心理戦の果てに極上の勝利をもたらしてくれるでしょう。さあ、心ゆくまで勝利の味をご堪能ください。ようこそジュエル・ロイヤル。勝利の瞬間に得られる興奮と熱狂、敗北の瞬間に襲いかかる絶望と無力感、人生を豊かにするのは魂と魂がぶつかり合う真剣勝負だ。現代人が心の奥底で求める勝負への欲求を叶える決闘場、それがデュエルロワイヤル。究極の心理戦が幕を開ける。かつてデュエリストだった俺たちへ、大人になったあなたへ、勝利の快感に取りつかれた5人の紳士たちが集結します。今宵勝利の快感を味わえるのは一体誰だ。それでは先ほどまで解説者を務めていましたミスターシャチホコさんと沖宗次郎の対戦です。お二方の意気込みを聞いてみましょう。まずは沖さん。そうですね、まあ少しね、さっきお話しさせてもらったんですけど、やっぱりその子供の頃に戻りたいなって思って、なんか子供の頃のワクワクだったりとか、その勝ちたいっていうこの無邪気な気持ちを全力でぶつけれたらなと思います。それでは社長子さんはいかがでしょうか。もうね、弱肉強食の世界ですから、勝つことが全てや。もう私はもう本当にどんな手を使ってでも勝ちに行く。そしてもうダイレクトアタック、魂のお任せダイレクトアタックでもう勝利の V サインに変えてみせます、このお任せを。少し温度差があります両者冷静やね社長子さん、いよいよプレイヤーとして参加しますね。やっぱね、本当もう取れ高一番出しちゃるやないかって思ってますんで、とんでもないね、もうアニメを超える、原作を超えるレベルの神引き見せてやりますよ。なるほど、楽しみになってまいりました。それではデュエルを開始しましょう。申し遅れました、ロワイヤルアナウンサー私清野茂樹が実況を務めてまいります。では2人のデッキの発表をしてもらいましょう。互いに相手がどんなデッキを持ってこの場に座っているかは知りません。ではまずは奥さんからデッキを発表してください。はい、何？怖い怖い。僕が選んだのはブラックマジさんデッキです。しかしよってブラマジ使いたがるんだよね、ブラックマジシャンデッキ
それではシャチホコさんのデッキは何でしょうか。私はもうこの芸能界も全て力でねじ伏せてきた。私が使うのはブルーアイズデッキや。なるほど、信じるのはやはり力だ。ブルーアイズデッキを選択しました。ブルーアイズデッキとブラックマジシャンデッキ、またもや2大対決を迎えました。それではデッキのシャッフルはよりもえさんにお願いしましょう。シャチホコさん、先ほどまでは解説者でしたけども、やっぱりもう体がうずいてましたか。もうね、早く出たくてしょうがなかったよ。本当にもうね、やりたいやりたいってずっと思ってたら願いが通じてね、本当に番外編じゃないけど、いや特別にやらせてもらえることになりましたわ。一方の大木さん、はい、大木さんはご自身で大会にも普段出場されてるんですよね。そうですね、まあ、最近はそこまでがっつりできてないんですけど、まあ、以前はかなり集中して本気でやってましたね。それではコイントスに参りましょう。シャチホコさんはどちらを選びますか。表。シャチホコさんが表。裏です。裏が出ました。そこは表出ろよ。大木さんです。大木さんが、では先行後攻どちらを選びますか。先行で。大木さん先行です。シャチホコさん後攻となりました。取りたかったな、ここ。ブラックマジシャンデッキの大木さんが先行。デュエルロワイヤルの時は満ちました。己の体力と視力をかけて仁義なき戦いが始まります。さあ、デュエル女神が微笑むのはどちらなんでしょう。私は知りたい。本当に勝利を望んだ者も決闘の興奮を思い出せ。ジュエルスタート。それでは沖さんとミスターシャチホコさん、手札を5枚ご用意ください。そして確認していただきましょう。沖さんの手札、あー、これはなかなか、あ、そしてミスターシャチホコ勝った。早くも勝ちを確信したか。勝った。これはかなり強力なカードでしょうか。それでは先行は沖さんです。沖さんのターン。はい、よろしくお願いします。僕のターン、ドロー。これまで幾多の大会に出場した経験を持っている沖、うん、まずはメインフェーズ1、メインフェーズ、手札から熟練の黒魔術師を普通でしょうか。モンスター召喚、うん、なるほどね、手札からカード2枚セット、そして2枚セット、これで僕はターンエンドです。ターンエンドしました。前線、私のターン、ドロー。ミスターシャチホコのドロー。また笑いが込み上げる。やっぱりね、私にね導いてますよ。私の別名ご存知ですか。何ですか。ゴッド姉ちゃんと呼ばれてるんです。ゴッド姉ちゃん。それはアッコさんの別名だ。3枚カードセット、おお。そして創世の竜騎士を攻撃表示で召喚。創世の竜騎士、バトルフェイズ。バトルフェイズに行きます。創世の竜騎士で黒魔術師に攻撃。いきなり攻撃。さあ、この攻撃奥さん受けるか。ごめんなさい、ちょっとテキスト見てもいいですか。一旦ブレークを入れます。大きなるほど。さあどうする、攻撃はどうする。このままバトルをしても負けるのに戦ってきたっていうことは何かあるってことですね。どうかな。ミスター社長、この心理を探ります。裏を読むか。沖、じゃあ、攻撃に対してディメンションマジックを発動。ディメンションマジック発動。そこで私は、はい、禁
じられた清掃、そこは大発動です。禁じられた清掃。創世の竜騎士の攻撃力を800ポイント下げる代わりに、そのディメンションマジックの効果を受け付けないです。対抗します、ミスター社長子。ディメンションマジックは通用しない。大きいもうリリースの効果は出る、ね、そうです、生きてますね。はい、ではカオスマジシャンを特殊召喚で。カオスマジシャンを特殊召喚しました。いい強力なモンスターです。まあやるようにやってくださいよ。私はターンエンドです。そして大木さんのターン。僕のターン、ドロースタンバイ、メインフェーズ。メインフェーズ1、そのままバトルフェーズへ。うわー、バトルフェーズ来たか。カオスマジシャンで、相手モンスターをアタックで。攻撃力のあるモンスターで攻撃だ。さあこの攻撃はミスター社長子、トラップカード発動、聖なるバリアミラーフォース。来たー、ミラーフォース全てを消し去れ。なるほど、さよなり、さよなり、申し訳ないね。いやー余裕です。なるほど、いやメイン2、ミスター社長子が持っていた余裕の原因はこれだったのか。ターンエンドです。ターンエンドさせません。ここでエンドフェーズに発動、ミスター社長子動いた。サンダーブレイク、サンダーブレイク1枚捨てます。そしてこの守備表示のカード破壊します。破壊しました、相手カードを破壔した。くそ笑いが止まりません。なるほど、このまま私のターン、ドロー。そしてミスター社長子のターン。時はモンスターがいない状態。今ライフは4000ですね。お互いに4000ずつ、まだ減っていません。なるほど、いや、バトルフェーズ、はい、バトルフェーズに参りましょう。蘇生の竜騎士でダイレクトアタック、ダイレクトアタック来た。よし、通りました。この時、リバースカードオープン、ダークホライズン発動で。なんやそれ、自分が戦闘効果でダメージを受けた時に発動できる。受けたダメージの数値以下の攻撃力を持つ魔法使い闇属性モンスター一体をデッキから即死召喚する。なるほど、1800以下、以下、あえて攻撃を受けたのか。大きい、さてデッキからどのモンスターを召喚するのか。一筋縄ではいかんか。くそー、あれ使っとけばよかった。手札は1枚、ミスター社長子。まだ沖は手札には温存してるカードがあるようだ。黒木森の位置か。まあこれやったらでもなんとかね、墓地に送らせへんければ。黒木森の位置を召喚です。安心ではないけど、もう耐えるしかない。ここはではでは、私はターン終了です。ミスター社長子ターンエンド。そして大木さんのターンです。僕のターン、ドロー。やめてくれ、何もしてくんな、本当。何が来たか。手札1枚ですよね。そうや、手札は1枚。シャチホコの手札はあと1枚。手札からメインフェーズ、モンスターカード、魔導戦士ブレイカーを。うわー、やめて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 、ごめんなさいごめんなさい。ブレイカー持ってきた。周りに出川があれするから。ミスター社長子命乞い。モンスターカードが怖いんで、召喚時に魔力カウンターが1個乗ります。効果発動で、はい、魔力カウンターを外して効果発動。そして相手の伏せカードを破壊。破壊されます。リビングデッドの呼び声でした。これね、発動してても破壊されたら一緒やね。リビングデッドが破壊されてしまいました。黒木森のウィッチの所持変式を変更します。シャチホコ追い詰められてきた。手札からマジックカード発動、ライトニングボルテックス。うわ、そん
なバカな。ここでライトニングボルテックス来た。ちょっとこれ、シャチホコの表側モンスター全て破壊されました。勝俣トークンいっぱい出そう。勝俣トークン、これでもう見えない勝俣トークンがね、今5匹いるんですよ。5匹いるんですか、うん、それだからもうあのシャチホコの目には勝俣が見えているのか。うわマジでちょっと本当どうすんのこれ。やめてやめてやめて、な何隠してんねん、ほんまにお願いしますよ、ほんと神様仏様。バトルフェーズいきます。ミスターシャチホコどうする。黒木萌の道でダイレクトアタック。うわー、バトルフェーズ大きい。勝負を決めに行くか。ダイレクトアタック。続いて魔導戦士ブレーカーでダイレクトアタック。うわー、もうまた来たダイレクトアタック。ライフポイント残り1300。もう防ぐものがありません。シャチホコいくつ今これ。2000、1300。あっこがお任せするモンスターがもういない。僕はこれでターンエンドです。ターンエンドしました。大きい。今度はシャチホコのターン。もうやるしかない。ゴッドビキ、ゴッド姉ちゃんドロー。ディスティニードローなるか。うわー、ターンエンドだ。ディスティニードローならず。僕のターン、ドロー。ではバトルフェーズ。早くもバトルフェーズ。勝俣トークン、おるんよ。本当に勝俣トークン言うんですか。本当に、本当にいるんですか。こっちから攻撃した方がいいよ、これ戦略だから。はい、ですか。これ悪あがきが続く、社長子。マドン選手ブレーカーでダイレクトだけ。息の根を止められた。カツラが吹っ飛んでしまいましたが、こんな受けへんのや。怖っ。怖い。静まり返っています。これ朝味わってたもんね、さっき。そうやね。うわマジかよ。うわくそ、なんでや。うわブルーアイズじゃなくてギアフリードにした方が良かったんかな。もうノーベルブライト沖宗次郎の勝ち。くっそ、ミスターシャチホコを下しました。なんでや、何があかんかったん。大木さんいかがでした。そうですね、まあちょっと相手の手札の感じも見えなかったっていうので、ただこっちもそんなに強い手札じゃなくて、まあ押していくか引いていくかですごい迷ったんですけど、まあライフポイント4000ってことで押した方が勝ちかなっていうので攻め攻めでいきましたね。それが良かったのかなと思います。そして敗れたシャチホコさんは振り返っていかがでしょう。これはね、完全にドロードローが何が神引きやっていうぐらいの、あのこれ以外引けばなんとかなったっていうカードのもうこれっていうやつをね2枚引いちゃいました。あのこれ以外引いてれば全然いけたんですけど、まあもしくは、あでもダメか、どの道白竜降臨だから。いや本当にねこれやったんですよ。あーなるほど、ブルーアイズデッキはこれがあるんですよ。そうですよね、事故ったらこれがあんねん、本当に。うわ悔しい、せっかく出たのに。まだね、これが生きれば。いや本当ね、ま、そうなる。いやこれ攻撃通らせてほしかったのにね、あそこで止められたからね。悔しい。思うようにいかなかったか、ミスターシャチホコ。しかしながら大いに見るものを楽しませてくれました。沖宗次郎、さらにミスター社長と、誰に大きな拍手をお願いします。すごいわ。 Congratulations。 今宵ジュールの恵みに愛されたのはミスター沖。 Ladies and gentlemen、 どうか勝者に盛大な拍手を。しかし戦いは終わりません。勝利の快感を求めてさまよう者たちは必ずこの場所にたどり着きます。私は彼らを待っているのです、あなたと同じように。それではまたお会いしましょう。ジュエル・ロワイヤルは最高の環境でジューリストを歓迎いたします。では、
コナミ。